どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、箱詰めの第1話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、大泥棒との話というところで、河合がですね、藤部長の計らいもあって、 捕まえた大泥棒の胸を借りることができていたわけなんですがこう話を聞いていた後にですね「こう勉強になりましたありがとうございます」っていうふうに言ってこう頭を下げているっていうところがですねなかなか面白かったところではありましたね。あとはいえ藤部長がですね、まあ、大泥棒のおっちゃんをですねこうベテランの泥棒さん とか言って、おだてていたりとか、まあ、こう、おだてていたりとか、まあ、人間の教えたがりの心理を使った、まあ、尋問ですよね。まあ、そういうことをしていたりするっていうところで、まあ、こう、藤部長もさすがだなと感じたところではありますね。そう。なんかそういうところがすごかったわけなんですが、またね、そんな藤部長が大泥棒のおっちゃんを捕まえた時ですね。 まあこう、靴のサイズをね、こう、まあ測っていたりとか、まあリュックにバールが測って、まあこう、バールがね、入っているっていうことを、まあこう、リュックを触って確かめたりしていたわけなんですが、なんかね、そういうところから空き巣だっていうふうに見破っているところが、いや、なかなかすごかったですよね。あとはね、大泥棒を捕まえたっていうふうに、こう、刑事課に連絡するのを、 こう嫌がっている可愛いと、まあ所長がですね、まあこうなんていうか二人ともねめんどくさがっているっていうところで、まあこうクスッと笑ってしまったところではありますね。そう。なんかそういうところで面白かったなあという話で、まず一つ目の感想である大泥棒との話というところ終わっておきます。でですね、次。 二つ目の感想に入っていくんですが、サンドバッグも仕事というところで、河合と藤部長がですね、取締りをしていたわけなんですが、まあ、その時のサンドバッグになるのも仕事のうちだっていう話を聞いていてですね、まあ、こう本当お疲れ様ですとしか言いようがなかったところではありますね。 また、取り締まった人からですね、こう、税金泥棒っていう風に言われていたわけなんですが、まあやっぱりね、警官は税金泥棒っていうことをね、言われやすいんだなっていうことをですね、まあ感じてしまうところではありましたね。<laughs> そう。めちゃめちゃ言われてますよね、なんかね。なんかめ、結構本当サンドバッグですよね、役割がね。そう。まあとはいえね、 こう、その後の藤部長がですね、こう、ぶつぶつと言っている中で、まあ、こう、ピーヨンですね、そう、まあ、放送禁止用語、まあ、連発しているっていうところで、まあ、こう、気持ちはわかるんですが、まあ、こう、ちょっと怖いところではありましたね。そう。まあ、それにしても本当 P ピヨン連発してて笑ってしまったなというところではありましたね。 それと、人のいい原付きのおばちゃんの、まあ、こう、違反切符も切ったりしていたわけなんですが、まあ、こう、それで、愛いがですね、自分を責めていたわけなんですが、まあ、こう、この時にパトカーに頭突きをしていたりするっていうところで、まあ、ついつい笑ってしまったなというところではありましたね。そういうところで、二つ目の感想である、サンドバッグも仕事、 とというところ終わっておきますでですね次3つ目の感想に入っていくんですが「河合の部屋にて」というところで河合の部屋にですね河合、まあのお父さんがやってきていたわけなんですが河合、まあ、がですね子供の時に切られたスピード違反の切符をですねこうわざわざ神棚にしまってあるっていう話はですね なんかすごくいい話で、まあ、ちょっとうるっときたところではありましたね。まあ、とはいえ違反の取り締まりをしている時の河合の回想ですね。まあ、これの続きがまあ、すごいこんないい話になっているっていう風には思ってはいなかったんで、まあ、すごいいい話風になったところで少しびっくりしたところではありましたね。 またお父さんからですねこう架空請求詐欺とかにあっていたりするっていう、まあ、話をね持ちかけられていたわけなんですがなんかねその辺のところがすごい面白かったわけなんですが、まあ、こう娘が警官だからこそ、まあ、未然に防げてよかったなぁと思えるような、まあ、そんな話ではありましたね。そ <laughs> そううううななんかかういいうとところがすごく面白かったなぁという話で それとお父さんがですねスピード違反の切符を見て安全運転を心がけるようになったっていう話を聞いてですね、まあ、こう河合が辞表を出すのを後回しにするっていうところもですね、まあ、ほっとしたところではありますね、まあ、そういうところで3つ目の感想である河合の部屋にてというところ終わっておきます でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回はですね、河合と藤部長のまあ仕事っぷりを見ていて、まあ、警官もですね、嫌われ仕事だからこその大変さがあるなぁと感じたところではありますね。まあ、それと、交通安全教室で河合がですね、大泥棒のおっちゃんから聞いた話を通してですね、まあ、すごく挨拶をすることが街の こう、まあ、平和につながってるんだよっていうことを伝えていたりするっていうところがですね、いいなと思ったところではありますね。また、藤部長がですね、後輩へのパワハラで交番勤めになったっていう話ですね。まあ、これも、こう、話に出てきていたわけなんですが、本当にパワハラをしていたのかっていうところがですね、まあ、結構、 気になるところではありますね。まあ、何にせよ、辞表を出すのを後回しにした可愛がですね、まあ、どんな風に、こう、警官という仕事に向き合っていくのかなっていうところで、まあ、次回以降も楽しみにしていようと思ってますというところで、今回の箱詰めの第1話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、明日は えー、リアデイルの第一にての第一話の感想ですね。こちら更新しますんで、よければ明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで本日の、えー、ラジオの方終わっておきます。というわけで、えー、以上沼さんでした、えー。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。